あさこ、明日から私たち新婚旅行だから、いつもみたいに急に家に来ても誰もいないからね。え？明日からってまだ聞いてないの？何のこと？何のことって、新婚旅行私が行くことになったんだけど。え、何言ってんの？そりゃいつも好き勝手私のもの取っていくけど、さすがに新婚旅行よ。何の冗談？何の冗談もこんな冗談も。明日からのタヒチ旅行は私と純一さんが行くの。待って、まさかあさこ、あんた、私の夫まで手を出したの？ピンポーン！てっきり純一さんから話が言ってると思ってた。まあ、さすがにそう簡単には言えないか。双子の姉に乗り換えますなんて。なんで？いつから？そんなの、両家顔合わせで集まった時からよ。結婚前から？私あの日、優子と同じ黒のワンピースだったじゃない？だからたまたまお手洗いに立った時に、優子に間違えて声かけてきたのよ。確かに黒のワンピースだったし、髪型もメイクも同じだったけど。ねえ、もしかしてそれも計算してたの？計算なんて人聞きが悪いな。だってそうじゃない。いつもいつも私のものばっかり撮って、高校の時の彼氏だって撮ったし、その時も最初は私になりすましてたでしょ？そんな昔のことまで覚えているの？っていうか、私よりイケメンの彼氏とか許せないんだけど。双子って言ってもお姉ちゃん私なのよ。妹は少しくらいわきまえてくれないと。だからって純一さんまで取るなんて非常識にも程があるわ。分かっているの？私たち恋人じゃないの。結婚している夫婦なの。もしかしてシャローのこと言ってる？ゆうこってがめついね。実の姉に慰謝料請求するなんて。まだ純一さんに確認取ってないから一旦保留にするけど、単純に恋人を奪うのと旦那を奪うのって全然違うことだってわからないの？どっちも優子のものを取ることに変わりないじゃない？とにかく純一さんから返信来たらまた連絡する。純一さん、私の家に来たよ。明日からの旅行のためにおっきい荷物持って。純一さん、全然連絡取れないんだけど。あらあら、逃げてきたってことかしら？本当にそこにいるの？だから本当だってば。電話に出て、それから純一さんに代わって。なんか純一さんが嫌って言ってるからダメ。代わりに純一さんがここにいる証拠を送ってあげる。彼の旅行カバン。カバンに貼ってあるシール、私とアメリカ行った時に買ったやつ。ねえ、本物でしょ？本当なの？だから本当だって言ってるでしょ？しつこいな。あさこって本当にバカだったのね。しかも純一さんまで。私の見る目のなさを恨むわ。負け惜しみ？だってそうでしょ？新婚旅行は私と純一さんの名義で契約してるし、こればっかりは私になりすまして行くことなんかできないわよ。なんで？チケットの名前は私なのよ。どうやってあさこがそのチケットで行くのよ。ゆうこのパスポート使ってに決まってるでしょ？え？ゆうここそバカね。何の計画もなく行こうとするわけないじゃない。貴重品入れたパスポートがない。純一さんに事前に貴重品入れてるところを教えてもらって、一昨日ゆうこの家に行った時拝借しちゃった。あんたそれ自分が何やってるか理解してるの？私とゆうこって顔も背格好も一緒だし、髪型とかパスポートの写真真似すれば余裕でしょ？生体情報の読み取りがあったらどうするの？生体情報？何それ？指紋よ。私登録してるからね、パスポートに。え、そんなことまでしなきゃいけないの？めんどくさいな。ほんと非常識。でも双子だし、指紋だってどうせそっくりよ。大丈夫大丈夫。そんなわけないでしょ。その自信がどこから来てるのか知らないけど、とにかく純一さんと私の家に来て話し合いたいから。話し合うって何よ？だって純一さんは私がいいって言ってるんだよ。私もタヒチ行ってみたかったし。あさこはその後どうするつもりなの？純一さんと結婚するの？まあそこそこ収入あるし、ゆう子たちの家正直羨ましかったのよね。そこに住んで悠々自適な専業主婦ができるならそれはそれでいいかな。結婚とか興味なかったけど、
じゃあ純一さんと結婚するってこと？まあそれはのんびり考えるわよ。ところで優子、お土産何がいい？お土産なんかいらないわよ。そんなことよりこっちに来る気がないなら私からそっちに行くから。そう来ると思ってもう家出ちゃいました。明日の出発まで空港近くのホテルに泊まってのんびりするわ。はあ？だから人のパスポートで旅行できるわけないでしょ。特にお土産のリクエストがないなら適当にタヒチって書いてある T シャツ買ってきてあげるね。それから私がその家に住むかもしれないからなるべく綺麗にしておいてよ。ちょっと待ちなさいよ朝子。私がその新婚旅行をどれだけ楽しみにしてたか、どんなに仕事頑張ってきたか、ちょくちょく家に来てたあんたなら知ってるでしょ。知ってるわよ。いつも残業してお疲れ様でした。私のタヒチ旅行費を捻出のためにごめんね。でも新婚旅行費すら全額純一さんに出してもらえないくらい冷めていたってことだから、あしからず。あんたのせいでしょ。ゆうこ、残業ばっかりだからここまで簡単だったわ。ほんと、いつもいつも私のためにありがとう。ゆうこは私にとって幸せを運ぶコウノトリね。それじゃ、もう用済みなんでどっか飛び立ってください。そんなに浮かれて後で痛い目見ても知らないから。今までそんなことあったっけ。今回はいろいろと違いすぎるわ。はいはい、負け犬は月に向かって吠えててね。それじゃあバイバイ。ちょっとゆう子、どういうことよ。なんでチケット発券できないのよ。だって旅行キャンセルしたもの。え、なんで。私が行かないんだからキャンセルするのは当たり前でしょ。ほら、キャンセル待ちしてる人もいるだろうしさ。だからって、どうして純一さんに何の相談もなくキャンセルしてんのよ。そっちも私に何の相談もなくいろいろ勝手にやってるんだから、おあいこじゃないかしら。ふざけんじゃないわよ。キャンセルを取り消しなさいよ。いい加減常識を学んだら。人のパスポートで出国できるわけないし、ましてや入国審査って厳しいのよ。飛び立って向こうで捕まるよりマシでしょ。大げさよ。ああ、もうせっかくのタヒチ旅行だったのに、このために一週間派遣の仕事休んでるのよ。知らないよそんなこと。純一さんもお休みもったいないから仕方ないし、このまま北海道旅行にするけど、旅行の費用と慰謝料優子に払ってもらうからね。むしろ新婚旅行のキャンセル料と慰謝料払ってください。はあ、なんで私が。もちろんそこにいる純一さんもね。だからなんで私たちが払うのよ。勝手にキャンセルしたのはあんたでしょ。勝手に浮気したのはあんたらでしょ。絶対払わないからね。相変わらず可愛げな妹だわ。もう家族の縁切りたいくらいだけど。とにかく私はこれから北海道のチケット取らなきゃだから。あさこが行くのは北海道じゃないよ。え、空港の警察に連絡したから。警察？なんで？なんでって、私のパスポートを勝手に持ち出して不正利用しようとしていたから。なんだよ、結局使ってないんだからいいじゃない。だとしてもパスポートを勝手に持ち出したのは事実だし、被害届はちゃんと出しとかないと。嘘でしょ。お姉ちゃんがしたことなのに被害届とかふざけたもの出したの。いくら身内でもやっていいことと悪いことがあるし、この件に関してはやりすぎたわね。いつもなんだかんだ許してくれるじゃない。今回もどうせ許してくれるんでしょ。警察とか被害届とか冗談よね。いつもは警察に言うレベルのものじゃないし、ただの身内のごたごたで終わるようなことばっかりだったから、どうしたらいいのか二の足を踏んでいただけよ。でも今回は警察に連絡できることをやってくれたから助かったわ。マジ？今二人のことを探していると思うから、そのまま空港に留まっててね。それから純一さんとは正式に離婚するから、結婚するならどうぞご自由に。こんな状況でそんなことどうでもいいわ。警察に嘘でしたって言いなさい。旅行のキャンセルを取り消せって言ったり、警察に嘘でしたって言えって言ったり、私は朝子と違って浅はかな考えで生きてないから。ちゃんとよく考えて行動してるの。今さら取り消すわけないでしょ。浅はかな考えって何よ。だってそうじゃない、人のパスポートで出入国できるわけないのに。ただ顔が似てるってだけでなんとかしようとしたり、純一さんの稼ぎは並レベルなのに、
浮気して結婚もいいかなって浮かれたり。波レベル？駅近の広いマンションに住んでいい生活してるじゃない。純一さんの稼ぎがいいからでしょ。あの人を月収手取り20万よ。え？じゃあ、あのマンションでの生活は？私の方が手取りが多いの。2馬力だからそこそこ自由な生活ができてるのよ。嘘でしょ？だってあんた会社出たらパソコンいじってるだけだって。どうせ普通の OL なんじゃないの？あのね、パソコンいじってるにもいろいろあるでしょ？私、システムエンジニアなのよ。需要があるからそれなりに稼げているの。それじゃあ私、純一さんと一緒になっても贅沢できない？このマンションは私名義だし、純一さんの稼ぎだけで暮らすなら、もう少しランク落とさないとね。新婚旅行だって折半にしているのは、純一さんに金銭的余裕がないから。残業していたのも単純に忙しくて休みの調整をするためよ。そんな話が違うわ。ってことで離婚して双方に慰謝料請求します。おとなしく反省してください。本当は刑務所に行ってほしいけど、どうなるかわからないからもう一生目の前に現れないで。待って、ゆう子、そんな冷たいこと言わないで。たった一人のお姉ちゃんじゃない。お姉ちゃんのこと見捨てるなんてしないわよね。しますけど何か。お願い、警察沙汰になったら派遣切られちゃう。そしたら生活できなくなっちゃう。自業自得だね、お姉ちゃん。ゆう子、お願い助けて。もうゆう子から何も奪ったりしないから。あさこはその後空港警察に連れて行かれたようです。事情を知っていて貴重品のありかを教えた純一さんにもこれ相応の罰が下るようで、二人は執行猶予付きで前科持ちになりました。二人とも会社も派遣もクビになり、今はバイトを掛け持ちしながら新婚旅行のキャンセル料と慰謝料を捻出する毎日だそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。